はい、楽しい磯観察、葉山芝崎の磯、その6としてですね、軟体動物の中の巻貝の仲間についてやります。実はこの巻貝の仲間、これまでですね、笠貝編と海牛編は別途やっていますので、それ以外の、まあ、巻貝らしい巻貝についてのお話をしていきたいと思います。まず葉山で見られる、こういわゆる玉といわれる丸っこい小さな貝、巻貝がいっぱいいるんですけども、ね、彼らは、ね、甲腹足類の中に含まれますが、4種類の玉っていうのがいます、ね、名前をそれぞれ言っていきますね。クボ貝、へそ脇クボ貝、腰高ガンガラ、熊の子貝、こんなようなものがよく同じような形ですけど見られます。じゃあこの見分け方についてちょっと今からお話をしていきますね。まずクボ貝ですけども、これどこ見るかというと、この中心ね、くるくる巻いた中心のところの色と穴が開いてるかどうかで、色が緑色で穴が開いてないのがクボ貝。じゃあへそ脇クボ貝何かというと、へそ貝と穴が開いてるということです。ですから緑色で穴開いてますよ。で今度は腰高ガンガラを見てみますと、穴は開いてますけど緑色じゃないんですね。でこういう見分け方が出ます。まあもう一つ特徴は、上から見ると結構ですね、こうなんか、肋骨とかあばらみたいにこうずっと出てる感じがあるという特徴です。で今度熊の子貝は、実は裏から見るだけだとちょっとクボ貝に似てるんですね。でもね、まあ裏返した時にですね、殻の表面が滑らかで色が黒いという特徴があります。で今度はですね、こういった玉じゃなくてもっと三角錐みたいな形をした貝がいます。もうちょい大型になります。彼らはバテーラというふうに言います。こんなことですね。で彼らは非常に美味しい貝で、まあ、あのサザエよりも現在値段は高くなっていますね。で勝手に取っちゃうと、これも漁業権侵害とかになっちゃいますので、ね、気をつけてください。それからこのクボ貝とかそういうの形的には似てるんですが、表面のね、模様が全然違う石畳のような模様をしている貝がいます。彼らのことを石畳貝と言います。で、殻の内が白いんですが、特徴は動くのが早いという特徴があります。で捕まえてみた後見るとすごくよく動くんで、ああ石畳貝すごいなと思っています。でこんなような石畳の模様がある。で実はこれまでの巻貝の蓋というのは黒っぽくて薄いというものが特徴です。ところが蓋が白くて厚い巻貝というのがあるわけです。で典型的なものは何かというと、これですね、これサザエの蓋です、ね、渦巻き状にぐるぐる巻いていますね、はい、これがサザエの本体ですね。同じようなものがですね、実はこんなような貝います。トゲがなくて渦巻き状のあれでもないです。実際これちっちゃなサザエなんですけども、これは腰高サザエというふうに言います、ね、じゃあこの腰高サザエにちょっと似たような形の貝がいて、もう少しねカクカクしてる貝がいます。これを何というかというとスガイというふうに言います。大きさはだいたいこう腰高サザエと同じように意外とちっちゃいで、ね、2センチまでないかなって感じですね。それ以外の甲腹足類ですけども、ウラウズガイ、エビスガイ、アシアガイ、こんなようなものも葉山では見られます。それから甲腹足類の中で、まあ葉山で勝手に取ると密漁になってしまって漁業権侵害になっちゃうようなものは何かというと、左側が黒アワビ、右側がトコブシになります。じゃあトコブシとアワビの見分け方ですけども、アワビの方はですね、穴のところがこうツンツンとこう富士山みたいに突き出てるところが、トコブシの穴が開いててもあんまりこうとんがっていないという特徴があると思います、ね、はい。じゃあこれまでの巻貝というのはずっと甲腹足類、古いタイプの、巻貝ですよ。でもこれからですね、新生腹足類、ちょっと新しいタイプの、巻貝のお説明になります。よく見かけるのがですね、この岩場で、ね、この新生腹足類の最初、岩場でこんなちっちゃな貝がいっぱいついてますよね。で一つは、ね、この板足目という中の玉きびです、ね、
岩の上の方にいっぱい集まっても、夏はね、冬はちょっと違うとこ行っちゃいますけども、殻の内が黒いで大きくするとこんな感じで、もう一つもっとちっちゃくてですね、先がもっととんがってる感じのものがあります。これは何かというとアラレタマキビというふうに言います。それから同じ新生腐食類の中の蛮足目の中にですね、この大蛇貝とくねくねとね、くねった貝がいます。それから今度は旧項目というね、さっきの蛮足目ではないものですね、新しいもので、これはウミニナ科の細ウミニナというものが、これはタイドプールにいっぱいねいますね。今度はですね、この旧項目の中でアッキガイ科っていうのがいますね、何種類かいます。で彼らは肉食になります。でそれから、こう殻の先からですね、こう触手とか水管みたいなのを出すんで、先の音がちょっとへこんでるっていうのも特徴ですよね。でこれイボニシです。ちっちゃい、いっぱいいますね。もうちょい大きくなるとこれを何というかというとレイシガイと言いますね。アキガイ、いろんなものがいます。それからこの同じくアキガイでもこの2種類いますけども、左側を島レイシダマシ、右側をヒメヨーラというふうに言います。島レイシダマシは殻の内側が緑色で、まあ、縞模様があるのでわかると思います。それからもっとなんかゴツゴツしてかっこいいなというのがあるんです。これイソバショウというふうに言いますね。でアキガイ科は以上なんですが、ちょっと似たような貝がいます、ね、これは何かというとムシロガイ科っていいます。これは彼らも肉食なんですけども、ね、これは黒筋ムシロガイと言います。じゃあこんなようなもの、こんなようなものいます。彼らは何かというと懐ガイ科の、これは懐ガイ、同じようなもの、懐ガイ科なんですけど松虫というような、こんなようなものもいます。それから今度はね、エゾバイカというのがいます。で、イソニナ、これもよく見られる貝です。それから同じようにエゾバイカでシワフラダマシ、これはなかなか見つからないです。イソニナはよく見られますね。からこんなようなものいますね。これなんというかと、結構大きいんですよ。冷た貝にちょっと似てます。房州玉貝って言いますね。裏にかけるとこんなような感じです。次、ね、タカラガイの仲間になります。これは、メダカラガイっていうんですが、普通にしてる時の状態です。実は足とか体で殻を全部覆ってるんですね。でもちょっと刺激を与えると背中の真ん中からお肉っていうかその部分が割れて、こういう感じでですね、こう何殻が出てくるんですね。で殻ってこういう感じ、殻はこんな殻が出てくるね。だから普段なんでか宝貝ってツルツルしてるのかと、普段お肉でこう包んでるという感じなんで、自分の殻で包んでいるのでこんな感じになっていきますね。以上ですね、巻貝のお話をしてきましたね。気に入られた方はチャンネル登録よろしくお願いします。またいいねもよろしくお願いいたします。これからもですね、葉山の生物について順次お話をしていきたいと思います。